アリストテレス著作目録では古代の文献に記されたアリストテレスの著作目録を説明する。今日、アリストテレス全集として伝えられているアリストテレスの著作群は商用学派の第十一代学党であるロドスのアンドロニコスが紀元前一世紀にアリストテレスの遺構の中から主要な講義。 研究文献を抜き出して編纂したものだが、アリストテレスの著作には、それら以外にも一般向けの対話編も含め、様々なものがあったことが、古代の各種の断片、引用、言及から知られている。そのほとんどは歴史的過程で散逸したが、19世紀後半以降、そのいくらかは断片集として、研究、復元、刊行が行われている。そして、 その失われた著作も含め、アリストテレス著作の全体像を把握するために、重要な資料となるのが、数通りの伝承が行われてきた、アリストテレスの文献目録である。アリストテレスの著作目録の中で、最も有名なのが、ディオゲネス・ラエルティオスが、ギリシア哲学者列伝の中で列挙している、目録である。書館集を除いても、140以上の題名が、関数とともに、 列挙されている。ちなみに、ポール・モローは、この著作目録を、シンプラトン派の用語にのっとり、と分類している。ありがとうございます。